ねって言ってますね。はい、で私はどんなことでいいだかというと、リュックサックの機材の中にガンちゃんの形のスピーカーをつけまして、そこから音が出る、背中から音が出て歌ってやるという振動がある状態で歌うわけですけど、そうバーソンの企画がちょっと別旅だったので、ところが炭酸電池が切れたりとか途中でもなんか音をかける空気じゃなかったりして、生歌でやってたわけなんですよ。で生歌で会社訪問したりとか、CD をお渡ししたりとか、おかげさまで CD 全部配り終えたんですけど、じゃ あどんな風にやっていたのかっていうことで、ちょっとね生歌でやっていこうかなと思います。始めー。